皆さんこんにちは、寝起きです。はい、今回は実家に帰った時に、回収してきたものをね、夏もやりましたけどやろうと思うんですけど、実家に帰ったといっても年の初め、年末、2016年の年末にかけて、2017年の年始めなんて言えばいいんだに、帰ってたんですけど、もうね2月の初めですけども、あとあのプレゼント企画たくさん応募いただきまして、これからそれの抽選もやっていかなきゃいけないんですけど、その抽選をねする前に撮ってます。はい。で回収してきたもん、見覚えある人もいるでしょう。なんかいろいろ紛れてた何よさげなやつを、ご存知の方もいらっしゃると思いますけども、今年の、年末から、違うな、今年初めかな、2017年始まってすぐぐらいに、部屋の方を、実家の部屋の方をいろいろこう掃除とか、整理とかしまして、放出できるものはいろいろ放出してきまして、これからの活動資金にみたいな感じにやってきたんですけども、特にね気に入ってたものたちは手元に残しておこうと思いまして、引っ張ってきました。なんだろう、適当にどっかにしまっておくだけですけど、オペレーターガールミカ、懐かしいね。これヘビーデブ君からもらったカード、懐かしいね。これ確かさ SP があったはずなんだけど、SP はね持ってません。で、白雪、ご存知の通り、巫女さんが大好きなので、でね、今年初詣、もちろん毎年行ってるんですけど、初詣行きました。巫女さん、毎年の楽しみね、行ってるけど、毎年の楽しみ、巫女さんを楽しみにして行ったの。そしたらね、今年はいなかったっていうね。いや、違う方の神社行けばよかったなっていうね。去年は、いつもと違う、毎年行ってるところと違うとこ行ったんですけど、そこにもね、巫女さんがいましたと。で、おみくじも巫女さんから買いましたと。素晴らしい年に、なりそうだな、みたいな感じで、いい初詣だったんですけど、今年はね、おみくじは良かったんですよ。おみくじの結果は良かったんですけど、巫女さんがいないっていうね、めっちゃ楽しみにしてたのに。で、いつも、そこのいつも行くところは、おみくじは巫女さんが売ってなくて、食べ物をね、売ってるわけです。なんだっけ、あの餅みたいな、せんべいみたいなやつ、なんつんだっけ、あれ、あ、揚げ餅、焼き餅じゃない焼き餅じゃないよね、なんだっけな、揚げ餅みたいなあるじゃん、餅みたいな、あのちょっとおせんべいみたいなさ、しょっぱい美味しいやつ、ああいうのとかおでんとか、そういう食べ物を売ってるわけですよ、巫女さんが。なんですけど、どういうわけか今年はその高校生ぐらいのバイトっぽい巫女さんが一人もおらず、普通の巫女さんの格好、別におばさんがね、おばさんが巫女さんの格好されても困るんだけど、普通の服を着たおばさんしかいなかったっていうね、悲しい初詣でした。はい。で、これも巫女さんね、コチヤ、サナエ、東方のやつ、なんかスリーブかなんかについてきたやつかな、このスリーブ持ってるから、スリーブについてきたやつだと思います。どっかに適当にしまいます。で、ガンダムウォー、今は亡きガンダムウォーの、土地、マジック・ザ・ギャザリングでいう土地みたいなカードね。この基礎茶色、基礎 G、マナよ、マナ、ディエマでいうマナ、これしかこう、なんかガンダムウォー・ネグザはデュエマみたいな感じに、どのカードでもマナにできるみたいなんだけど、初期のガンダムウォーはこういう土地カードみたいな、マジック・ザ・ギャザリングの土地みたいなカードじゃないと、エネルギーが発生しないっていうシステムだったんですよね。それの基本茶色エネルギーのティファバージョンみたいなやつよ、よくある特別ね、特別カードみたいなやつ、これ当てるのにね必死にパックを開けまくったっていう、高校の高1くらいの時の思い出があります。いや、これ引けた時はマジで大歓喜だったね。来たーみたいな。で、ほとんどティファを当てるまでにほとんど揃いました。これ何種類かあったんですけど、1枚か2枚出ないのが、アイナとか出なかったのかな、赤1
1、2枚出なくて、あとセイラさんかな、その辺が出なかった気がする。赤と青が出なかった気がする。いろいろあったんですけど、ティファ以外はあんまり興味ないのでこれだけ持ってきました。いやー、にしても素晴らしいね。この相変わらず素晴らしく可愛い。しかもこれあれだから、そのアニメの絵じゃなくてイラストレーターさんが描いた特別仕様だから、アニメも可愛いけどこの絵のタッチも素晴らしいということでございまして、で、まあ、これも昔からよくこうなんかこの辺に置いてたからさ、よくわかると思いますけど、なんだっけ、アンリエッタ、そう、アンリエッタ、ゼロの使い魔のアンリエッタさん、いやーすごい好きだったんだよな。ゼロツカもねすごくいい作品なので、まあ、ただあの小説、アニメは4期までやってたんですが、小説の方が作者さんがなんと、病気だったかな、病気か何かで、もうちょっとこの世界にはもういらっしゃらなくなってしまいまして、原作者の山口昇さんが、まあ、この世界からいなくなってしまいましたので、まあ、続きがねどうなったんだっけな、最近全然見てないからわかんないんだけど、とりあえず小説は未完のまま終わってしまって、でもね、なんかチラッと見たんだけど、なんか続編が出た気がするんだよな。なんか、どういう理由かわかんないけど、まあ、原作者がいないのにどうやって続編をやったんだって話なんですけど、確かね、その未完のまま終わった小説の続きが出たみたいなのをなんかで見たんだよな。ネットか、本屋かなんかで広告みたいなので見た気がします。ちょっと今度見てみようかな。まあぜひね、できればアニメも F で終わっちゃったから、なんかいろんな意味があるって言ってましたね。ファイナルの F、 4のフォースの F、 始まりじゃない、なんだっけな、フォルテっつったかな。まあいろいろあるって言ってました、ラジオで。もう忘れたけど、まあ、まだ見てない方はぜひアニメだけでもご覧になってみてはいかがですか。めちゃくちゃいい作品なので、本当にいい作品だから、うん、ちょっとね、まあ、第1期は、まあ、あの始まりたてっていうのもあって、そのヒロインのねルイズと、サイトね、主人公のサイト、まあ、ちょっとギクシャクしてみたいな、あんまりこう仲良くなく喧嘩ばっかりみたいな感じなんですけど、まあ、で第2期はあのすごいシリアス、めっちゃシリアス、ちょっとこう悲しいシーンとか話が多いかなって感じですね。うん、シリアスな場面が多いね。誰かが死んだみたいなとかさ、やられたとか、いろいろこう悲しいシーンが多いです。追われたりとか多いですね。で3期はね、その1、2に比べるとすごいこう、なんだろう、楽しいっていうか平和な感じ、まあ、明るく楽しい感じのイメージがあります。まあ、ただ後半はちょっとこう戦いが出てきたりとかしてあれなんですけど、前半はねだいぶコメディな感じがあります。で4期もまたね、ちょっと戦いが多いのかな、まあ、戦いが多かったり大きなこう敵が出てきたりとか、いろいろ波乱万丈な感じです。ただ4期が一番ルイズが、まあ、デレデレかなっていうね、まあ、3期あたりからだいぶ出れ始めてるんですけど、まあ、4期はもうデレデレな感じがします。うん、まあ、どれもいい。1期から4期ちゃんとこう順番通りに見ていくとね、いろいろこう心境の変化とか楽しめるんじゃないかなと思います。はい、でこれはなんか茶封筒に入ってる、まあ、昔もらった特典かな、よく覚えてないですけど、お、なにこれ、まあ、アニメイトでもらったやつでしょう。物語シリーズのキャンペーンみたいなやつ、いいね、ラデコたまらんね。花沢さんってあのサザエさんじゃなくてね、ザーさんかな、確か、あれ違ったっけ、あ、合ってるよね、
なでこの声優さん、花澤さんだよね。ちょっと違ってたらめっちゃ叩かれそうだけど、合ってるはず。で、何これ、ダブルチャンス、1点。ちょっと待って、実家のこの、まあいいけど、別に、俺の出身はさ、もうすでになんか知らないけど、バレてるからいいんだけど、まあ、なんでかっていうと、まあその訛りね。俺の喋り方、訛りのせいで俺の出身地バレてるから別にいいんだけど、まあ、一応隠しておくか。まあ、アニメイト、実家のアニメイトね。まあ、それは実家から持ってきたから、実家のアニメイトに決まってんだけどさ、もう。なんなんこれ。どんだけだよ。どんだけ書いてんだよ、もう。ここ両方に全部書いてるわ、本当に。で、弾丸論破か。弾丸論破ってこういうアニメなの？これ何？ヤンキーの、何この、え？これ何？風紀委員？風紀委員がまず風紀を守ってないんだが、これどういうことだよ。風紀委員がさ、風紀を守ってないだろ、これ。完全に。喧嘩売る顔してんじゃん、この人。何なの？武力を持って風紀を正すみたいな、そういうソレスタルビーイング的な何か。こいつのこの、さあ、ピザの一かけらみたいなさ、この。髪型なんなのこのピザ一切れみたいなさ、どうしたらこんな髪になるんだよね。スプレー何本使って毎朝大変だな、こいつの。何時起きだこいつ。朝4時とか5時に起きてんだろうな、大変だな。でも弾丸論破ってまた出た、ダブルチャンス。10点、20点、30点、無理だろ、こんなの。弾丸論破ってなんだっけ？なんかバトル系だったよね、確か。よくわかんないんだけど。まあ、そのヤンキーのなんか、あれか、覇権争いみたいな感じなのかな。で、これ何？写真みたいになってんじゃん。アニメイトって書いてる。あ、これもしかしてさ、余った得点をさ、適当にここにぶち込んで渡されただけみたいな感じ？その、俺の地元のアニメイトの、なんつうの、得点の処理の仕方みたいな。まあ、捨てるよりはみたいな感じ？捨てるよりはこの適当な封筒にぶち込んで渡そうぜみたいな感じなのかな。よくわかんないけど。まあ、いいや。で、これは初音ミク。お、いいね。なんか、使い捨てカメラみたいなの持ってますけど。自撮り？どういうこと？どうやって撮ってんの？鏡に反射させてこう撮ってるってこと？すげえ、なんか、画期的な写真の撮り方？いや、画期的な自撮りの仕方？新たな自撮りの時代がやってくる日も近いのではないでしょうか。鏡を駆使して自分の横顔を自撮りするっていうね。はい。で、あ、またこの、写真タイプ。何これ？継ぎはぎ狂ったマトリョシカみたいな感じのイラスト。なんか変わった感じがしますね。手芸みたいなさ。なんかこう、ね、布を当てつけたみたいな感じになってますけど。カラフルだね。まあ、デフォルメ、俗に言うデフォルメみたいな。で、全然覚えてねえな。あ、なに？お、いいじゃん。リンとレン。夏。季節外れも甚だしいな。夏だね。いいね、夏。はい。という感じで。初音ミクがほとんど占めてるけど。まあ、これいいね。これいいね。うん。まあ、いいと思います。はい。ということで。まあ、実家から、またこう、引っ張り出してきたものの紹介と、まあ、今年の初詣の思い出とかね。ゼロの使い魔について。の動画でした。あ、ちょっとこれもあったわ。なんかね、ツイッターで出てきて、そのこの漫画が面白いみたいなのが出てきて、気になったので買ってみました。イカ略っていう、なんだろう、まあ、キモータとヤクザの漫画みたいな、こんな感じですね。ジャージ完全にあだ名じゃねえか。いや、ダメ人間しかいねえじゃん。何これ。ダメ人間とメガネとチンピラしかいねえじゃねえかよ。ジャージ、ヤブ、ヒラノ、冒険でしょでしょってこれ。完全に鈴宮春日じゃねえかよ。完全に俺の世代じゃん、これ。絶対面白いだろ。ねえ。
ヤクザ、あだ名でもなんでもねえじゃん、もう見た目じゃねえかよ。チンピラってこれひどいな。チンピラっていう名前でこの詳細、詳細がチンピラって、もうチンピラ以外のなんでもねえじゃん。見た目で判断しすぎだろ。作者の似顔絵もまたいい味出してんな。これなんか誰かに似てんな。これ知り合い、なんかさ昔電話やってた頃、電話やってた頃こういう顔したやついたぞ。いたぞ、ほんとデュエルスペースに、デュエルスペースにいたぞこういう顔のやつ。勘弁してよ本当に。はい、ということで、まあ、気になった方ぜひ買ってみたはどうでしょうか。ちなみにね、これ初版じゃないんですよ。18、19、さすがにもうなんか初版見つけるのも疲れてきたんで。ソフトバンクなのこれ。え、なに、ソフトバンクって本出してんの。へえ、まあ、まあこれはね別に初版じゃなくてもいいかなっていう感じです。 Amazon で買いました。はい、ということで、すごい長いな、20分くらいになっちゃったけど、まあいいでしょう。はい、では今回はこの辺で終わります。ご視聴ありがとうございました。さよなら。